ジュインガシンニワッチ。さあ始まりました、私ニワトリの中身によるウィッチーズハートのお時間です。今回もやっていきましょう。はい、ね、前回からちょっとねシリウスくんルートをやっておりますけどもね、これからまたシリウスくんで悪魔のね、困っている悪魔の願いを叶えていきましょう。シリウスくんでこれ見たらどうかなんのかな。まあ、特に何もないのかな。いまだにこれ全くよくわかんないですけどね。うん、あ、そうか、シリウスくんだから最初からここ入れるんですね。ということは日記はもうゲットしてますね、これね。ダイアリー、子供の字で書かれた日記帳だ。ふう、しかし何考えているんだろうね、パトリシアのやつは。おっと、ここでもうやっぱりパトリシアはノエル君説がもうすごいことになってますよ。え、女の子なのやっぱり。この日記帳をクレア君から隠せだって。まるでドロシー様や僕らのことを思い出せないようにしているみたいじゃないか。いいっすね、ノエル君女の子だったら一気に私の好みになりますけど。何なんだろうな、やっぱ金髪の子が好きなのかな。リアルは別にそうでもないですけども、なんか二次元だと金髪キャラが好きキャラが多いですね。さあシリウスくんでここに来てみましたけど、やっぱり近づいたらやばいのかな。あら、治ってる。そうね、ジゼルさんと一緒にいないから誰も注意してくれないんですよね、近づいても。ね、ここに来て一番露出度の高い子がやってきましたよ、皆さん。あの、すいません。尾の鱗が剥がれてしまいまして。初めて会った方にこんなことを頼むのは申し訳ないのですが、人魚の鱗を5枚ほど工面してきてほしいんです。1枚は持ってるけど、本当は私が探しに行くべきだと思うのですが、鱗が剥がれたところがものすごく痛いんです。しみるんです。そうなんだ。ずうずうしいことを言ってるのは分かってます。ですが頼れる人もいないんです。お願いします。ほう、なんで元に戻ってんだろうね。しかし鱗はね、これの1個しか持ってないんでね、そんなに落ちてるもんなのかしら。ふう、耳読みな話を教えてやるぜ。なんかこの前そこの滝の裏から変な音したんだけど、あれって一体何だったんだろうな。お、滝の裏、ここ。お、すげえ。あ、いけるんだここ。そりゃ気づかんわ。あ、戻っちゃった。何この目玉。痛い。さっきそこの滝で大切なものを落としてしまったっぽ。ポポポポポポポ、どうしようっぽ。お、結構落ちてるもんなんですね。これで今2枚ゲットしたけど全然足りないですよね。じゃあちょっと釣りしますね。お、懐中時計を釣りましたね。これがあいつの目玉の大事なものなのかな。はい、すごいポ。どうやって見つけたポ。釣り上げた。すごいポね。本当にありがとうポ。ここは薄暗くて気分が良くなるぽ。また遊びに来てほしいぽ。なんかよこせよ。お礼的なもの。あ、
あー、ここもあるんですね。あれ、こんなとこ前あったっけ。またあのウサギいますね。で、多分あの貝殻は鱗が入ってるんじゃないかな。お、よしよし。さあ、あと2枚ですけど、そんなにまだあんのかな。ん、おお、怖い怖い。ほよし、ウサギのポーズ。よう、俺森の妖精ピッピーくん、会いに来てくれてありがとう。ありがとう、熱心な俺のファンよ。それじゃあまたどこかで会おう。バイバイ。あいつ一体何なんだろう。ああ、それ叶ったことになるんだ。同じことしか言わないしね、あいつ。さあ、あと2枚。うう、痛い。うん、5枚揃えないとダメなんですね。痛いん、腹減った。だ、魚が食いたいだ。あ、深海魚ね。確かに、まあ魚ですわな。じゃあショー、もうあのね、シャルロッテさんマックスになってるんでいらないんですよね、深海魚は。うまいうまい。お、あ、そういう系結構いるね、これね。じゃあチューもあげますわ。ん、あ、チュー持ってないのか俺。じゃあさらに魚を釣りますね。はい、結構ね釣りました。深海魚4の中3で、なんか釣ってたら鱗も1個釣れたんで、あと1つですね。で、釣ってたら5個になるのかな、それともどっかで手に入れないと5個にならないのか、どうなんでしょうね。でね、やたらね花の種が出てきてね、それが邪魔くさかったですね。こんなもん釣れなくていいよそれでは多分これで足りると思うんで、あげましょう。ででーん、行きました。すると、お腹いっぱいだ。ありがとうだ、俺にこれあげるだ。あー、それ鱗が欲しかったですね。まあこれで一応ミッションクリアですね。なあシリウス、ノエルなんだけどさ、あいつ今自室で寝てるはずだよな。張り紙もあったし、多分そうだと思うけど。っていうか、どうしてそんなこと聞くんだい。実はさ、今日何度かノエルの部屋を訪ねて、その際にノックもしたんだが、何の反応もなかったんだ。へえ、そうなのかい。ノック程度じゃ音が小さすぎたのかもしれないね。うん、ん、お、夕方ですね。まあノックで音が小さいと言われたら、ウィラルドさんは拳銃を持ち出しそうですけどねさてさて、クレア君のところに行きましょうか。クレアちゃん、あ、いない。なぜに、お風呂かな。そんなわけはない。あ、クレアさんが。僕たちは両思いだったんだね、クレアちゃん。ねえ、君さ、そこで何やってるの。ああ、シリウスさん、朝は怒らせてしまってごめんなさい。謝りに来たんです。変顔の件ですかね。これクッキー焼いたんですが、いかがです。はあ、そういうのいいからさ、もう僕にかからん、かかわ、もう僕に関わらないでくれる。冷たい。そこどいてくれないかい。部屋に戻りたいんだけど。嫌です。はあ、どいてほしいのならこれ受け取ってくださいね。
はあ、もう本当に気が抜けるね。君と話してると何もかもがバカバカしくなってくるよ。いいんじゃないですか、それで。あなたはちょっと肩の力を抜くぐらいがいいと思いますよ。言ってくれるね。ほらほら、スマイル。悩みがなさそうでいいね、バカは。羨ましいよ。バカ？ここでも罵られるクレアさん。おお、なんだあれ。あー、中ボスも出てくるの。早いね、出てくるのね。わ、ギャーゴキブリを見たシリウスからで、なんか巻き込まれてるあの緑の幽霊。ヒー、ゲホゴホ。うわー、な何あれ、うねうねしてるよ。気持ち悪い。ヒー、早くそこをどいてクレア君。僕は部屋に戻る。はい。お、戦わなくていいのか。なんで急にあんな大きなやつが。ちょっと君倒してきてくれ。はい。これね、クレアさんならね強化してるから多分楽勝なんですけど、シリウス君でやるのはねきついんですよね。だってこのままじゃ僕が外に出られないじゃないか。いやいや、無理です無理ですよ、あんなの私一人じゃ。いけるいける。じゃあ一体どうするんだい。ここで君とずっと立てこもるしかないってこと？いいね、それで行こう。そんなの絶対に嫌なんだけど。嫌なの？そこまで言うかみたいな顔してた。二人で倒しましょう。嫌だ。二人で？何君、ふざけてるのかい？いやいや、私いたって普通のこと言いましたよね。わかりました。私が大きな方を何とかしますから、シリウスさんは周りの小さいのを頼みます。まあそれならいけるかもしれない。そんな嫌そうな顔しないでください。それしかないでしょう。とりあえずドレスが傷んだら嫌なのでここに置かせてください。お、生着替え。おお、え、上に来てた。さあ行きましょう。嫌だダダッコか。セーブしとこうね、死ぬかもしれないからね。あ、小さいのならなんとかいけるかな。何この赤い線。ん、何これ。え、 あっち行っちゃダメってこと。あ、いた。あれ、おー、いける。あ、ちっちゃいのいける。あ、すごい、なんか食らう。あ、ちっちゃいのいっぱい来る。ほら、これはあれですね、来るの待ってやった方がいいね、これね。いて。あー、じゃない。さあこっちにおいで。あー、なんか一撃で倒せるのが気分がいい。クレアさんめっちゃ強い。痛い。やばい。ちょっと甘く見てた。さっきね釣りでねこれも釣ったんでちょうどよかったですね。危ないよね。なんか戻ってね。よしよし。おー、なんか動き早くなった。えい。よしよし。おー、なんかこいつ痛い。なんかエアホッケーみたいなやつ、ね、あ、すげえ倒した。あ、違う、進化した。ヒゲ、やつの雰囲気が変わった。シルスさん頑張りましょう。あ、回復してくれるの。使わなきゃよかった。使わなかったら死んでたけど。おいでー、ちっちゃいのおいでー。来ないね。クレアさん頼もしすぎでしょこれ。全然来ない、こっち。来い、必殺技をお見舞いしてやるよ。ほら、おいでハメ技じゃん、もうねこれね。出待ちです。これならいくらでもいけるぞ。あ、いた。あれ、あ、早いぞこいつは。よしよし、どれぐらい倒せばいいんだろう。痛い。なんでちょ。おー、いった。さすがクレアさん。とどめです。
はあ。ハイパークリア連撃。すげえ。強すぎる。そりゃアーシェ君も拳銃ないと勝てないとか言うわな。やったー、やりましたよ。ちょっと引いてるもん。よかったですね、なんとか倒せて。メスゴリラ、え、広角かな。怖い、顔が怖いぞ。ひ、これ以降シリウス君は逆らわなくなります。クレアちゃんすごいわ、これなら悪魔になれるかも。シリウス君もやるじゃない。チゼルさん、こんな大物倒しちゃうなんてなかなかね。さっきの化け物は一体何なんですか。何言って察しが悪いわね。うすうす感づいてるかもしれないけど、こいつも悪魔よ。私やこの屋敷にいる他の化け物と同じくね。私悪魔倒しちゃった。どうしたんだい。いえ別に何でもありません。くす、ジゼルさん、後で聞きたいことがあります。ええ、構わないわよ。あなたの質問に答えるかはわからないけどね。今度からクレアさんは少佐って呼ぼうかね。まあ俺広角見たことないんだけどね。サイドシリウス、サイドクレア。さあここはまあ見たからスキップしましょう。はい、するとどこまで飛ぶんだったっけな。そうですね、洗い物からですね、確かね。で前はアーシェ君が来ましたけど、春の谷に風が舞う、この歌は何なんですかね。前も歌ってたけど、ふわりと踊る私は華麗なスイートピー、ルルルルフンフフフ。何の歌、何の歌だっけ。ま、何でもいいじゃないですか。風が可愛いジゼルさん、私の背中を追う、背中を。仲いいね。何ですか。昭和よ。昭和じゃねえな、なんだっけ、輪和和。まあいいや、楽しそうだったから入れてほしくって。もうジゼルさん、こういう時のジゼルさん普通に可愛いのにね。え、前回の終わりなんか悪魔らしかったね。ジゼルさん、いいですよいいですよ、どうぞ入ってきてください。風が私の背中を吹き抜ける。戦隊ものかな。お、今回はシリウス君ですね。おお、早い早い。うるさいよ。もう少し静かにできないのかい。シリウスさん、すいません、なんだかテンション上がっちゃって。はあ、なんで一人なのにテンションが上がるんだ。一人でもテンション上がるとき上がるでしょう。シリウス君上がりそうにないけどね。怖すぎ、気持ち悪。ははははは、アーシェ君がお風呂から上がったよ。君も早くお風呂に入って頭冷やしてきたら。水風呂かな。はーい、そうします。ひえー、恥ずかしいところを見られてしまいました。さーて行きますか。お風呂お風呂、風が舞う、ウィッチーズハート。デリリリリン。
はい、ということでね、今回は、ツインのパートが長かったから、編集したら20分ぐらいかな、になると思うんですけど、まあいいや。今回はこの辺で止めておきましょう。それではまた次回。バイバーイ。にわっち。米返しコーナー。魔法少女クレアちゃん。変身バンクは光ったりしないでおなしゃす。大陸棚とかいうやつじゃね。もう大陸棚がどういうものだったか忘れちゃった鶏。今ライター装備してるからベイビー捕まえられないのかな。あ、ナールニワ国物語ファイナルシーズン。30分以上は大体が無理っぽい感じ。あら、そういう決まりがあるにはね、まあ、もっぱら PC で見てるからそういうの分かんなかったにはね。